ってんですか？お洗濯してんですか？なんでそんなとこで洗ってんですか？それ綺麗な水なんですか？こっちだよ。こっちこっち。それやめた方がいいと思うんですけど。ねえ、ひろさん何を見てるの？こっち。こっちこっち。おかえり。ただいま。なんでよその人の洗濯物見てたの？だって川で洗ってんですから。川で洗ったの？はい。なんか汚いじゃないですか、川で洗ったら。川で洗ったの？今回のフェス、覚えてる？何か。覚えてないです。ちょ、覚えてないんだ。チョコレートについてなんだけど。はい、あー、思い出しました。はい、何派かわかるか？カカオ。カカオ？はい。うん。10%、50%、90% みたいな。あ、違いますね。そんな。え？そんなタイトルだったら多分スプラトゥーンのユーザーみんな離れてっちゃう。え？違います。今回のタイトル。チョコレート派に、何言っちゃったんですか、うなちゃん。もうしっかりしてください。ごめんなさい、チョコレートはビター派か。ビター。ミルク派か。ミルク。ホワイト派か。ホワイト。の、どれかっていう、チョイスでやっていくわけなんですけども。はい。毎回いつも俺たち決まってないじゃん。はい、決まってないです。今回ですね、はい、僕も決めちゃいました。決まったんですか？はい。決まっちゃいました。僕はですね、じゃないよ、もう決まっちゃってるんだよ。ひろさんは、何派にするかわかんないんだけど、俺ね、ミルク派にしようかなと思うんだ。どうしてですか？いや、なんか、友達とか、やっぱり。ミルク派にするから、俺も一緒にしようかなって、一緒にゲームやりたいなと思う。はい。人に合わせるタイプですか。なるほど。なんか探偵にでもなったか？自分の好きなものではなく、人の好きなものに合わせる。ああ、俺ミルクチョコ好きだよ。なるほどな。俺ミルクチョコ好き。なるほどな。うなちゃんはそういうやつだったということですね。なんで、古畑任三郎みたいになってんの？でも僕ホワイトチョコ好きなんですよ、なちゃん。ああ、じゃあホワイトってこと？はい。イレオさんホワイト？はい、ピュアホワイトです。でもミルクにしてほしいな、なんか。なんでですか？一緒にゲームがしたいな、イレオさんと思って、今回。同じチーム。照れるね。そうなんですか？イレオさん照れるね。いや、俺はヒロさんと一緒にゲームしたいんだよ。どう？どうしよう、これ。皆さん、どうしたらいいですよ、これ。みんなに聞くな。僕、勧誘されてんですけど。みんなに聞くな。自分の、気持ちだよ。いや、僕としての気持ちは、やっぱりホワイトが強いんですけど。うん。まあ、みんながどうしても、うなちゃんがどうしてもって言うんだったら、まあ、ちょっと考えなくもないかなって思ってるところではございます。じゃあ、ね、一緒にミルクにしよう。一緒にゲームしようよ。え？うなちゃんと一緒にですか？もう今回は、ちゃんと二人で決めて仲間になろうよ。僕と一緒にやりたいんですか？うん。一緒にゲームしたい。照れるなよ。お前照れるなよ。じゃあ、いいですよ。じゃあ、ヒルさんもミルクになった？おーおーおー、ヒルさんミルク。いいですよ。